とえあんだけ仕切って部署に下がってもね、あの集まりは何の意味もない、うん、まあ、おそらく本人ノーコメントでしたが、正代の圧力を避けたんだと思いますが、ああかなり注意深く照ノ富士の様子を見ている感じです。先ほども何秒間か両者にらみ合いがありましたね。はい、照ノ富士はですね、他の力士と違って白鵬戦の時でも腹が据わってますよね。もう自分の相撲を取り切れば勝てるんだっていう自信はあるんですよね。さあ時間になりました。2年ぶりの千秋楽相星決戦、全勝決戦。も怖い顔に変わりました。軍配が返ります。こちらの手は、こちらの手は、白鵬の勝ち。